ネットで競馬、ネット競馬。まるごと必勝チャンネル、今週は中京記念の展望です。さあ始まりました。司会の成瀬琴です。今週は柏木さん、そして丹下さんと一緒にお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週の番組は日曜日に小倉競馬場で行われる中京記念を中心にお届けします。まずは今年の出走メンバーをご覧いただきましょう。例年中京の 1600m を舞台に行われる中京記念ですが、今年は昨年に引き続き小倉競馬場の 1800m 戦となります。柏木さん、今年のメンバーはいかがですか？はい、昨年と同じなんですけど、昨年は若いグループで決着ついたんですけど、やっぱりローカル色が強くなるとちょっとベテランホースが加わってきますね。なるほど。丹下さんはいかがですか？いや、中京記念というとね、馬場や天候にものすごく左右されるハンデ戦の中でもなんかベスト3に入るぐらいに難しいレースじゃないかなと思ったんですよね。ただ今年は小倉 1800m っていうのは鍵だね、やっぱね。なるほど。皆様、いつもまるごと必勝チャンネルをご覧いただきありがとうございます。ネット競馬の YouTube チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次行ってみましょう。中京記念を予想する上でのポイントを伺っていきたいと思います。まずは丹下さん、どのようなところがポイントとなりますか？はい、去年の決着アンドラステが1分46秒7というタイムでした。これが一つの目安になるんですけど、小倉開催、割と時計がね、まだいいコンディションで、推移してて、先週日曜日のメインレース博多ステークスっていうのがあったんですけどね、決着タイム1分57秒0でした。しかし 1800m 通過1分44秒9ということは、やっぱり小倉 1800m、今年は時計勝負だろう、持ち時計のある馬、これがやっぱり有利かなと思います。はい、ありがとうございます。柏木さんのポイントはいかがですか？はい、その時計対応も大切でと同時に、中京の戦力だとちょっと二の足を踏んだかもしれないけど、小倉の1800だから使ってきたという馬がね、複数いると思います。人気馬ではカデナとかダブルシャープとか、あとモズ流れ星とか、なんとなくマイルのイメージがない馬はそうだと思います。小倉の1800だから使ったんだよということは要注意ですね。なるほど、ありがとうございます。お二人のポイントをまとめると、時計勝負、去年ナンドラステの時計も見ながらだったり、そして小倉の 1800m ということで、そのカデナだったりモズ流れ星だったり、もうここだから出てきたんじゃないかなっていう馬にも注目していきたいと思います。続いては柏木さんに注目馬の参考レースを解説していただきます。柏木さんに選んでいただいた参考レース、どのレースからいきましょうか？まず小倉にこう目を鳴らすために、小倉大賞典2月の競馬でした。これの時は今画面の一番右端最後方から大外に行ったのが実はカデナです。泉谷騎手でしたけどね、これで勝ち負けに持ち込めるんですよ。小倉は実はコースの幅広いんで、ちょっと内が荒れてると外行ったまま届く。たださっき丹下さんが言ったように、今年はこういう馬じゃないんですよね。だからあんまり置かれる馬は中間の雨あってもちょっと良くないと思います。はい、続いてのレースお願いします。はい、インワリ戦初で意味で中山牝馬ステークス、3着にあるミスニューヨークに注目です。ミスニューヨークは戦6でも勝ったりターコイズステークスでしたが、この時は一番内に突っ込んでって
ひゅっという足を使って直線一旦先頭の馬です。最後は乗って追い込み競馬になって栗のプレミアムアブレイズに刺されたんですがね、ああいう器用な足使えるのはおそらく小倉の選択肢合ってると思います。事実小倉コースにも高走例みんな4着以内ですからね、4走してね、合ってると思います。続いてはどのレースでしょうか。はい、今年の阪神のマイラーズカップ、ここで注目は3番のファルコニア、3着だったんですがね、ベステンダンクが逃げてちょっとこれはペースきつかったですかね、でもギリギリまで粘ってます。ですからこのベテランちょっとペース次第で怖いですよ。で最後は外から来た3頭の 1,2,3 着なんですが、真ん中がファルコニアです。この内容でしたらベステンダンクがまた引っ張ってくれればという内容だと思います。はい、では続いてのレースお願いします。はい、最も多くの馬が出走していた米子ステークス阪神戦6です。ここで注目は海沢実、5枠の帽子です。最後突っ込んできて、海沢実もあのさっきのミスニューヨークと同じでシュッという足が使いましたね。ここにはバリアメンテ、チャレポピーなんかも出てたんですが、ちょっとこの時は良くなかった。一応この注目は海沢実だと思います。はい、ありがとうございます。レース見ていただきましたが、丹下さんいかがですか。どれがこうポイントかなって言われたらものすごく難しいな。やっぱ中山インバステークスかな。 1800m 坂コースの分ちょっと負けちゃったけど、ミスニューヨークのあれがあの内容が一番良かったかなとは思います。はい、ありがとうございます。確かに勝ち馬があのその最近のレースだといなくて悩むところですね。私も丹下さんの言葉を聞いて中山牝馬ステークスを参考にしたいかなと思います。参考レースを解説していただきましたが、これらを踏まえて次の名物コーナー行きましょう。中京記念の全出走馬を柏木さん、丹下さんに金、銀、銅の札で評価していただきます。サマーマイルシリーズの第2戦となりますが、昨年と引き続き小倉の芝 1800m 戦となります。それでは行きましょう。ベステンダンク、最年長10歳ですね。ミスニューヨーク、先ほど中山牝馬ステークス、お金が出ました。金と銅ですね。あの小倉 1800m はオープン特別を込みで、まあ、4回走って1着2着1回3着1回と実績があります。そして、ミルコ・デムローに手代わりしてから、まあ、ターコイズステークス、自分を自分で褒めてあげたいというような大外一騎決まりましたよね。それでちょっと調子に乗ったのか、牝馬ステークスは早めに動かして勝ちに行った分、3着と甘くなってしまいました。で、前走のやっぱビクトリアマイルは G1 なんでね、普通の乗り方じゃちょっと通用しないかな。しかしちょっとあまりにお気楽すぎる見る子悪いなごめんねみたいなんですけどね、騎乗だったと思うんですけど、小倉だったら54キロだったら、そうですね、あのターコイズステークスに近いイメージのレースができると思います。オモはものすごくうまいです。他の馬との比較という意味じゃなくて、54キロという班ではあのずっと構想してるんで恵まれてるという判断に近いと思います。またあの小倉はちょっとでも時計かかるとあの外に行くのはロスじゃないんでね、もし外から突っ込んできても好勝負だと思います。コルテジア、来い。2年休養明けから前走エプソムカップ9着ですが、お二人とも上がらず。ダブルシャープ、お、銀と銅が上がりました。では銀の丹下さんからお願いします。雨でないとなかなかこう通用しないタイプです。しかしそれでもね、あの前走八重山という条件に恵まれたんですけど、都大路ステークス
サッカーコースで2着になったのはやっぱ少しは、強くなってるなと思います。もっと振ったら、金でもいいかもしれないです。おかなり評価が高いです。カンカン照りならちょっと下げようね。天候次第ということで、はい、このままお外に行ったり、前回は最内に突っ込んでいったり、あのベテランの三浦騎手向きだと思います。当日の馬場状態とこう4コーナーからの位置取りというのは、そこは騎手の腕ですからね。はい、カイザーミノル、ここは人気上位になるかなと。お、お二人とも上がりました。銀と銅では、銀の柏木さんからお願いします。はい、これはあの横山の広氏がずっと最近お手間にしてて、あの銀の方に突っ込んでいけるんでね、今年あの銀がそんなに荒れてないんでね、コース選択のうまいという意味で有力だと思います。あのかなり難しい馬なんですよね。体重がね減ったり、まあ、増減も激しいんですけど、でも減ってるからって言って前走はパドックでシャキッとしてたんですね。あのその前は10キロぐらい太かったんだけどなんか細く見える。いやこれはあの横山ジョッキー云々ではなくて馬が難しい馬なんだなと思います。でもまあ前回ブリンカー効果がやっぱあったんで、はい、現地競馬、ただし小倉の中京記念 1800m なんで 1800m 実績も必要かなと思います。なるほど。その体重が大きく減ってるのに減ってるように見えない時っていうのは、もし予想で加えてたらそのまま買ってもいいものなんですかね。これはね、あのねパドック見ないと分かんないよこれ。いやあの当日、その、数字云々ではなくて、やっぱり、自分の目で目視して買いましょう。なるほど、ありがとうございます。それに馬体重って僕ら異常にこだわるけど8キロだとかそんなの関係ないよ。その日そのレースに限れば。なるほど。ただ反動が出る危険はあるけどね。あ、はい、わかりました、ありがとうございます。アーデントリー、お、銅が上がりました。柏木さんいかがですか。はい、あの1年以上も休んで前回1回使っただけで変わるかっていうのはすごく疑問なんですけど、小倉参照しているようにね、これは一応あの予定のローテーションのような気がします。あー、なるほど。ですからちょっと抑えたい。はい、スーパーフェザー上がらず、モズ流れ星、お、金が上がりました。柏木さんお願いします。ちょっと根拠低いんですけど、これあのお母さんもおばあさんも三代母も全然未勝利というすごい血統なんですけどね。でもなぜそれを輸入してるかっていうと、三代母っていうのはあのダンシングキーなんかの全兄弟なんでね、その壺にはまったのがあの小倉のレースで、小倉は実は2戦2勝です。でも制覇じゃないです。でも今回は少し時計がかかるんじゃないかなというのと、花畑賞ある程度売れてましたけどね、あの位置取りじゃ来ないと思います。キアオン君ならそんなことないと思います。はい、ありがとうございます。そのポイントの時にもおっしゃってましたけど、小倉の戦八だから出たんじゃないかなというか。あ、その通りだと思います。中京の戦六だと使わないと思います。わかりました、ありがとうございます。ワールドウィンズ寝たくなる、上がらずですね。シャーレーポピー、お二人とも上がらず。カテドラル、お、上がりました。どうですね、お二人とも。なんか乗り方の難しいのが揃いましたよね。これも足の使いどころがすごく難しいと思います。でもこれも確かインも突っ込んでくることができるんでね、この馬はきっとあれだね、コースタート切っても普通に下げて、あ、なるほど、あのお気楽にあの直線、強襲にかけるからこそレンガラにあると思いますし、まあ、あの東京の戦力とか中山の坂の戦力構想できるんでね、
平坦だったら1800m は案外本当はドンピシャなんですけどね、お気楽な分だけいいかもしれないけど57キロか、勝ちまでやろう。バリアメンテは上がお、丹下さん動画上がりました。バリアメンテいかがですか。ギアチェンジがスムーズではない、ところはあるんですけど、ただそういう中で、2走前やっぱマイルで32秒9の足を使ったし、で1800、2000メートルにも実績あるんで、まあ、ハンデ戦ならもしかしたらレンガレミあるのかなと、カデナ、カデナはお二人とも上がらず、まあ今回まだ時計が早いんで、次に小倉記念とかありますね。まだ馬が荒れた、ま、その時その次かなと思います。なるほど、分かりました、うん、私もそのとおりだと思います。時計の早いっていう丹下さんのヒントにするとね、大きなマイナスだと思います。確かにそうですね、時計で見てみると、はい、ベレヌスはお、銅が、銅、お二人とも銅が上がりました。ここだっていう強調材料がないとこなんですけどね、なんかイメージとしてここらの1800実はあってそうという気がします。いや、時は持ち時はないんですよ、全然ないんですけどね、ここらは後者だと思います。もうこれはセオリー通り、タンク逃げの穴は同型にベステンタンクという、まあ、いますけどね、もうやっぱ年齢が5歳、ベステンタンク10歳だからな、若い分おりゃーって気をつけて、乗り慣れた西村ジョッキーが行けば、意外と簡単なスローに落とせる可能性が高いですね。そうするとやっぱハンデ戦は逃げ馬は注意しなきゃいけないよっていうのはもうあることなんでね、逃げたらやっぱこの馬の方が穴馬かなと思います。ファルコニア、今回一番人気ぐらいに、お、やはりお二人とも銀が上がりました。前回マイルで好走ですが、まあもちろん1800守備範囲ですし、あんまり崩れるイメージないですね。自在性がありそうに見えて、去年なんか小倉記念、そして 2000m 戦見てるとね、一踏んでね、ピタッと止まるんだよな。だから2000はもう長いな。かといってマイルで前線してるけど、マイルでもなんかモコモコっとしてなんか勝てない。ただし 2000m よりは 1600m よりは 1800m のいい馬だと思います。ハンデも手頃です。安定性が欲しいという人はきっと金打ってくるでしょう、金を置くでしょうね。おお、確かにそうですね。レインボーフラッグ上がらず、お二人とも、はい、お二人に中京記念の全出走馬を評価していただきました。いや、ハンデ戦ということもあり、本当にどの馬も気になるなという状態です。さて、今週この方はみほとれ戦からどんな情報を届けてくれるのでしょうか。久保木さん、おはようございます。今週のメインレースは中京記念なんですけれども、残念ながら関東馬の出走はありません。ということでですね、今週のトレセン朝ドレ情報は、私個人的に注目しています2つの厩舎から、馬を取り上げていこうかなと思います。まずは開業3年目になります深山正史厩舎ですね。この春青いステークスで重賞初制覇を達成しましたけれども、この深山厩舎は比較的馬場の、まあ、荒れた時間に追い切ることが多いんですよね。それでいて馬場の外を回ってきますんで、調教タイムは正直出ません。ただですね、非常にしっかりとこう負荷をかける追い切りしてきますし、まあ、準備運動の段階からの運動量というのも非常に多いですね。ですからそのスピード以上に
実戦に行って良さが出るという馬が多いんですけれども、この厩舎からまずは3歳の未勝利戦に出走しますソーメニサンクスですね。このソーメニサンクス、今週はウッドコースで5波論69秒4というタイムでしたけれども、8分どころを回って1波論11秒6を馬なりでマークしてきました。成績自体はね、ちょっと冴えないんですけれども、非常に体が大きくなってきて、少しずつ筋肉がついて、パワーアップはしてきてますね。そろそろ駆け頃かなという感じがしています。そしてもう一頭は、このソーメニサンクスと合わせ馬を行ったエリオトロピオですね。日曜日の10レース、白川特別に出走しますけれども、この馬が本当に良くなってます。小柄な牝馬なんですけれどもね、馬体もだんだんと大きくなってきて、身のこなしもフットワーク力強くなってますね。中一周の出走になりますけれども、長距離の動きを見る限り疲れは全くありませんし、それどころか本当に、勢いがあって、一戦ごとに馬ぐんぐん良くなってますね。3連勝も期待してんじゃないでしょうか。それともう一つの厩舎はですね、加藤隆之厩舎です。この3月に開業して、まだ開業したてなので、基本的には、解散した厩舎、それから、よその厩舎から転厩してきた馬を預かっている状況なんですけれどもね。ただそういった馬たちをしっかり立て直して、ぐーんと馬のレベルをアップさせるというのは、非常に目についています。今週の出走馬からは、やはり3歳の未勝利戦になりますけれども、アダムズ・テソーロですね。今週の最初追い切り、点からゆっくりと入ることができて、ラップで言うと5波論から15秒2、14秒2、13秒3、12秒7、そして最後は12秒4と、加速ラップでまとめることができましたね。この追い切り、加藤調教師自らまたがってのものでしたけれども、もう非常に動きにも迫力がありましたしね。とにかく馬っぷりは未勝利にいる馬ではないんですよね。まあ、そのあたり考えてみると、この馬も今回あたり大掛けあってもいいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、映像を見た中でにはなりますけれども、一番よく見えたのは、牝馬のミスニューヨークですね。この前、一周前、立冬のウッドコースで6波論77秒8、5波論が63秒8というタイムを出したんですよね。で、まあ、ラップを見ると、ちょっと前半、行きたかった可能性はあるんですけれども、ただそれにしては、おしまいの1波論11秒7と、しっかりと反応してまとめました。まあ、とにかく、体のこうメリハリが効いてですね、馬体の作りは、G1 の後ですけれども非常に良くなってますんで、まだまだ上積みありそうですね。それでは今週はこのあたりで。久保木さんにみほとれ戦からリポートしていただきました。そんな久保木さんの予想も加えた、お三方の、金銀銅の、印をご覧いただきましょう。こんな感じです。まあ、ハンデも含めて参考レースも含めて中山牝馬ステークスもさっき見たんですけど、ミスニューヨークを軸にしてみようかなと思いつつ、相手はお三方が印がたくさんついてる馬にしようかなとちょっと安直に考えております。柏木さん、馬券はどのように買いたいですか？はい、そんな人気ないと思うんで、一応金のチャンプと馬連ですかね。はい、馬連で、あれそうな気がしますもんね。おで、3連単は余裕があったらにします。はい、わかりました。ありがとうございます。丹下さんはどのように買われますか？中京記念はそんなに難しいハンデ戦ではないような気がするので、馬連で、相手5頭ぐらい、そして、オッズを見ながら、あ、意外といけるな、 4,5 倍ついたら単勝買おうかなと思います。はい、馬連とオッズ次第ということでありがとうございます。本当に楽しみなんですけど、夏らしく今年も荒れるんですかね。小倉の 1800m 中京記念は、優しくなるかもしれない。逆に覇王優しく、はいはい、と願いたいです。はい、
ありがとうございます、皆さんもよかったら参考にしてみてください。それではまるごと必勝チャンネル、来週もお会いしましょう。ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。